黄色い線までお下がりください。停車駅は、津、白子、四日市、桑名です。特急には、乗車券のお持ち、特急券が必要です。特急券の指定番号の席にお座りください。電車の番号は、前の方から1号車、2号車の順です。The Limited Express, bound for Nagoya, is an さあ、ってことで結局城浜に戻ってきましたけどね、もう完全に、うん、あの腰と心が折れて普通に特急使ってきましたね。あのね、私もね、きつい原因の一つでもあると思いますけど、雨がね降ってることで多分気圧が低いんでね、ちょっと腰には来るなぁと、いうところで、しかもそこのジメジメね、だったんでね、ちょっと、ごとらまでに、心折れてましたねということですね。で、まあ結局四日市まで出て、まあフリーキップなんでね、四日市まで出て、四日市で飯食って、まあなんかベタベタに、久々にベタベタにちゃんで、トンテキを食べましたね。まあトンテキ食べて、あそこ行くと大体いつも、あの隣のね、あの北方ラーメン、行くことが多いんですけど、駅前のとこだとね、北方ラーメンの方が、まあ、やなーっていう感じだったんで、ちょっとトライ、たまには久しぶりにちゃんとビタビタのトンテキを食べてね。でね、あれですよ、アニメイトがね、ちょうど今ね、アニメイトがあのフェアやってるんですよね、書籍フェアって言って、なんか、ウイモムとあのフラムでやるかっていうんでね、これはやっぱりね、すごいですよ、行ってきたので、ね、ポスターとかもね、もう全面、もうウイモム一色ですからね、すごいですね。まあ、特に四日市はね、何せ、お膝元でございますからね。店舗の至るところに今書いてるとすげえなぁと思いながら、うん、ただね、何の効果かね、無理だったんですよ。まあ、結局普通に出したかったんですけど、出しても一応対象だったんですよ。ここまで今出てたんですね。やっぱ店頭に行くと気づいてない時ありますね。こんなコンプティープで呼ばれるか、ポコピーランドの、あれのやつなんていうのが出てるらしいんで、まあせっかくちょっとね買ってきましたよ、いう感じでございますね。まあ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 。ウイマンガといえば、ポコピンみたいなところもありますからね。穴がちないところがやっぱり、ですけどね。まあそんな感じでね。これどういう振り分けにしてんだろうな。またわかりませんけど、日本橋入ったあたりから完全にぐだら取り方になってるんで、最後ギュッとまとめてるかもしれません。最後ちょっとサーブちゃん落としにしてね、ちゃちゃちゃーっと流して、一応、ターミナル駅、端っこの駅は一応行ったのか、あそこ、だから、どこだったっけ、北千住だっけ、あっちの方で、御堂筋線の端っこと、長田駅が、長田駅はね、前にも行ったことあって、まあ普通のね、ただの通過駅になってるんでっていうので、そこは、まあ、除外者として、まあ一応、普通にね、端っこになってる駅は、一応、すべて回ったのかな、コスモスクエアとかっていうのも回れましたからね、ということで、天下試合もいたもんな、っていう形でございますね。まあ、ひとまず、このシリーズはこれで終わらせて、また、男の切符というかね、近鉄のね、2日で3000円はね、正直ね、6個来てほしいんだけどな、6月いっぱいで終わっちゃうんで、6月28日までだったっけな、発売が、だったんでね、これはね、切にね、3日4500円、なかなかね、3日間ね、使えるよっていう時か、機会が少ないですからね、これ2日だとね、かなりね、パッと使えるし、この3000円だったら、それこそ1日のね、でも、最悪っていうか、長距離ね、移動するんやったら、元が取れるケースもあるんで、ありちゃありですからね、っていうような感じがありますんでね、そのあたりとかをね、ちょっと、うまくできると
いいのかなというふうに思いながら、まあ、通常の運賃がなかなかね、いい、降りないになってますからね、っていうような感じで、ございますね。ということで、まあ、何はともあれ、まあ、もう後は入ってね、じっくりと編集作業にかかっていきたいと思います。ということでね、このシリーズ、一応、これで、ね、終了という形でね、させてもらおうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。大丈夫かな？次のシリーズ大丈夫かな？というか、これいつ公開すんの？ねえ、ねえ、いつになってんだろうね。